やっぱ三笘がミリトンに負け続けたけど、あそこまで押し込めたっていうのは事実なんだよね。三笘が出てきて中山も行きたよねっていうところはあるよね。三笘が時間作れるんですよ。 南のサイド起用は本当にやめてほしい。そうですね。生きないっすね。サイドでボールを持てない、1対1剥がせない。サイドはやっぱ1対1剥がせる三マが強いなと思いましたね。抜き切ることはできなかったんだけど、あれだけ仕掛けて、そしてコーナー取りましたかね。ちょっと覚えてないけども。プレイリアを上げるってことはできた、少なくとも。で、攻撃の起点になってたし、前半からあれ仕掛けていったらダニアウベスに対してイエローカード取れてたんじゃないですかっていう話でもあるんですよ。 なので、三笘は今絶対じゃないかな、左サイドは。ファーストチョイス。 南野はトップスターゼロトップ。南野は、中盤で見てみても面白いんじゃない原口元気みたいな役割だとか、南野って前に出ていくっていうプレーに良さがあると思うんですよ。攻撃の積極的な参加に良さがあると思うんですよね。で、セカンドトップ的に、例えば大前流れを起こしたところに入っていく選手、まあ鎌田でもいいんですけれども、南野でもいいんじゃないかな。ボックスの中で体張れる選手だと思うんで、中盤から出ていけばいいんじゃないかなと。じゃあ中盤から 出ていくってことはどういうことかっていうとウイングが中に入ってくるタイプだったらここのバイタルが渋滞を起こしますんでウイングは春選手がいいよねという話になるだからそうなってくると右サイド伊藤純也左サイド三笘田とかですねそういう風にすると相手のフォーバックが間延びして間延びしたところを鎌田だとか積極性の高い南野だとかっていうのがここ抜けていくっていうイメージありますけどね Through the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing And hold tight